こんにちは。こんにちは。今日は2人でお絵かきをしたいと思います。2人でアプリのノートっていうアプリがあると思うんですけど、そこに2人のお絵かきのどっちがうまいかを載せていこうっていう決まりになりました。そうなの？今決めたの？違う、前言ったじゃん。ああ、そうなの。そうそう、だからそれの書いてるところを今日は動画にしていきたいと思います、うん、でもこの中にお題が作ってあります。これ食べっ子動物のね、白い食べっ子動物の袋。じゃあお題取ってください。はい、開いてください。それを一緒に書く。あ、これを一緒に書くの？一人一人じゃなくて違うよ。ドラえもん、ドラえもんです。書けるかな。じゃあこれを2分間で書きます、うん、はいはい。じゃあ今から2分間でドラえもんを書きます、うん、はい、スタート、うん、スタート。2分経った、うん、今経った。よし、できました。じゃあせーので見せよう、うん、せーの、ドン。ドン。下が分かんなくてもとりあえず書いただけで、ね、すごい。でも意外と形になってる。じゃあ2回戦目、2回戦目いきます。そうね、うん、はい、引いてください。3回戦やるから俺もう絵苦手なんだよね。だからやるんだよ恥ずかしくて顔出せない。キリン、キリン。よし、じゃあキリンを2分で描きましょう。キリンか、顔どんなんだっけ、うんうん、よし、いい、はい、スタート、はい。2分長いね、意外と、うん、顔なんか分かんない。お、分かんない、やばい、これはやばい、ふざけてると思われる。いくよ、せーの、ドン。え、うまいじゃん。待って、うまいじゃん。足日本人じゃない、人間みたいな。すごい、ね、私の足見て。ね、どっちも変わんない。いや、変わるよ。え、足うまっ。え、これ足めっちゃうまい。これ足対象だったら、あれ足だったらさ、確実にほら、足が変なとこから足出てるじゃん。でも見て、こっちの足よりマシじゃない？なんかどっちもどっちで、人間が動かしてるやつでしょ、これ俺が描いた。あ、そうだね面白いそれ。人間が入ったキリン。あ、やばいわ。ちょっとなんか横顔してみたけど、ちょっと最後もう一個だけ今日の最後、もう手かくのがビビってくる。心が折れそう、次何？サル。あ、サルじゃん。サル、サル。サルにしよう。サルにしよう。サルだ。サルにしよう。サル全然思い浮かばない。よーい、スタート。うわ、びっくりした、うん、できたよ。めっちゃいけた、いけたせーの、ドン。え、うまい。
私やばくない？どうしよう。どうしよう。それ何？え、ちゃんとキーってやってるんだけど。あ、そうなの。そう。シェイじゃないの。俺はなんてか分からない。プロゴルファー猿みたい。プロゴルファー猿って何？プロゴル、あ、知らない漫画。あ、漫画があるんだ、そういう。いやー、今日は。ここちょっとピンとっちゃった。今日はこの3つでした。あ、なくなってきちゃったけど。うん。今日は3つ書きました。ちょっとやばい、これ最低100個ぐらいは続けていこうと思ってるんだけど、本当に心がちょっと折れそうです、でも頑張ります、はい、今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。